川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。じゃあ早速今日のテーマいきましょうか。はい、本日は PDCA を順番に回していたら世の中のスピードに絶対追いつかないというテーマでお話ししていただきたいと思います。はい、PDCA とは何でしょう。計画、実行、評価、改善。英語で言うとプラン、ドゥ、チェック、アクション、はい、ですね。はい、頭文字を取ったもの。はい、そうですね。はい、結構ね、世の中今ブームでね、この私のこの後ろにあるこのうちの会社の本棚にも、こういうちょっと、まあ、ズーさんってところが出してる、この鬼速 PDCA っていう、もう PDCA のサイクルを早く回しましょうみたいな。この本をちょっと、それこそズーさんからいただいて、読もうかなと思ったんですけど、1ページも読んでない私みたいな。でね、なんで今日このテーマの話をするかというと、基本的にはですね、物事を何にも考えないでスタートしてやって、やると、それが何が良かったのかがわからないとか、何が間違ってたのがわからないから、プランっていう計画をまず立てましょう。ね。で、やってみましょう。do ね。で、チェックしましょう。で、またそこで行動を改めましょう。そこで、またプランをって、こう、サイクルになるわけですよ。だから PDCA っていうのは基本的には絶対必要なんですね。何も考えないでやる人。でも世の中どうなってると思う？ PDCA なんて考えてたことないでしょ？正直考えたことないですね。ね。はい、で、じゃあ実際に PDCA を、まあ、やれという上司から言われて、まず、まあ、仮説を立てるという意味では、何を目的でこの仕事をやってみましょうかみたいな話をするじゃない。で、僕が今ズームとかで社内の会議をやるときに、私がだいたい結構喋るじゃない。はい、その時に何を思っているから今これを試しにとにかくやってみるんだねっていう話をするじゃない。で、これまあ大きく言えば PDCA なんだけど、実はじゃあ PDCA を、要はこの本は何が言いたいかというと、10倍速で進化するっていう書いてあって、やっぱり早く回せば回すほどいいんだけど、僕自身が、その、早く回せば回すほどというふうに考える前に、プランという P の時の前にですね、もう DCA のことは考えながら P してるというか、計画するときにもうこういうふうになったら、次、ここ、チェックポイントなんていうのは、だってやってからチェックしても遅いんだよ。やる前から、こうなったらこっちに行こう、こうなったらこっちに行こうって、やっぱ選択肢を持っているわけ。で、実はね、僕の話を、個人的な話をすると、P の時点でほぼほぼ決まると思ってて。うん、で、この P を、見当違いなことを始めたりすること自体が無駄だと思ってて。で、特にでも、世の中の人はどういうことが多いかっていうとね、アイディアってあるじゃん。はい。こんなことやったら売れると思うんだけどなとか、こういうのがあったらいいと思うんだけどなっていうふうに人ってね、いるのよ。サラリーマンが自分の仕事がありながら、いろんなことを言えるんだったらまだ、いいのかもしれないけど、例えば会社の社長さんとか独立した人が、自分が毎日食っていかなきゃいけないのに、こういうことやったらいいんだ思いながら、大体やらない人が多いんだよ。アイディア倒れというか、アイディアだけあっても絶対やらない。で、だから実際は、何が一番大事かっていうと、do とにかくやることなんです。やること。実行が大事。実行が大事なんです。で、実行が大事の時に、プランと実行がつながってないとやっぱりダメなんですよ。でも実際に、あれなんだろうな、僕の中では、やる時点では、おおむねなんだろうな。まあまあ、言ってみれば、やってみて全然手応えなかったら、もう切り替えるとか、これは捨てるっていうぐらいの気持ちでやるかというと、人はそんなにはっきり区別してなくて。で、どうやら、いろんなことをやりながら、考えながら、やってんだかやってんだかわからないみたいな感じになって。だから、これね、人から見ると、
コロコロ言ったことが変わるように思われたりするんです、私ってね。だけど、実はそんなことなくて。自分の中では、試行錯誤というのは、結構ね、やってみたけど、これ全然ダメなら元に戻すっていうのもあるわけ。元に戻すという、例えばさ、この、ね、これ YouTube で例えば撮ってみました。どういう映像がいいかなと思って、いろいろ自分の中で考えてみました。だけど、他の人の提案がありました。で、そこで、いや、自分で考えたんだからそっちじゃないと思ったけど、まあ、冷静に考えればそんな大したことないなと思えば、もうそっちで行ってみようと。でも、実際これを後で見返してみたときに、もっといいものないのかなっていうことなんかを考えた中で言うと、この評価が何点なのかっていうのを常に考えるわけですよ。で、そうすると、例えば何か、例えばオンラインセミナーをやってみました。はい、オンラインセミナーをとにかくどんどんやってみなさいと僕は言っていると。でやってみたらどういうことかというと、毎回必ず見て気になることを全部そこで、あとでフィードバックします。で気になることがない人がいるじゃない、わかる、はい、うん、まあ、自分ででもさ考えたらさ、気になることは気にならない。そうですね、気になるし調べるし調べるよね、はい、で一言だと結構聞かないじゃん、割とだから響かないみたいな、ね、うん、響かないでね、まあ、これホリエモンが言ってたんだけど、世の中の成功は何ですかって、ビジネスの例えば成功は何ですかって、なんて答えたかっていうと、この早くやるでもないし、情熱でもないし、彼はビジネスオーナーとして事業を立ち上げて絶対成功するためには何を言ったかっていうと、しつこくやることなんですよ。しつこくやる。だから、一回決まったからといって、でこれが通用するかどうかも含めて今度同じことを何回か繰り返してるんですよ。そうするとあれ思惑とちょっと違ってるから、こう全体的な流れをこっちの方にずらしていった方がいいんじゃないかなということとかで、あとは例えばやってみたけど結果が今は出ない、だけどこれはまだやり方が足りないかもしれないから、もっともっとやった中でどっかで答えが出ればいいやと思ってやり続けておくとかで、結局しつこさって何かっていうと結局やり続けることなんですよね。で、ビジネスでもね、すごいなと僕は思うのは、よくあるじゃない。例えば、毎回毎回5割の確率で、例えばこっからボールを投げました。そこに、その、穴に入る確率が5割だとすると、毎回5割なんですよ。ね。だけど、もちろんそれを精度を上げるために練習人はしていくんだけど、でも、ビジネスのコツっていうのはそこまで緊張感なくて、ある程度のところの大枠でこういう方向性かなってものが決まってくると、投げてるうちにだんだんもうコツが見えてくるというか、でそこを一回クリアしてしまうと次のステージに行けるっていうイメージ分かる、はい、それ分かってくれたらもう素晴らしい。イメージは湧きやすかったですね、今のお話で。あ、本当、はい、よくほら、例えばゲームとかでもいいんだけど、ここのステージまで行こうと思ったらここをクリアしなきゃいけない。で、このクリアすればもう、次はもう、一回たまたまクリアしてもいいのよ。たまたまクリアしてもいいから一回行ってしまうと、人間どうなるか、どうなると思う？自信がつくんですよね。はい、自信がつくということは、気持ちが違うから、次へのステップってのは必ずやっぱ違ってくるんですよね。で、そうなってきた時にまた、次の発想にも湧いてくるんだけど、その PDCA のことで言うとね、これを純粋に早く回せっていうよりも P でプランしてやる時の選択肢の中でぼやっと決めるんだけど、僕が絶対一番重要視していることは何かというと、例えばさ、事業を起こしましょう、事業を起こしますと、で、新しい仕事やろうと してないか仕掛けようとすると、多分完成に、自分の中で満足する完成に半年はかかる、もしくは、まあ、下手すると1年かかる、2年かかるっていうようなことをやろうとしてるわけじゃん、うちだって。はい、海外不動産のね、仕事をね、何もない中から作ってって、これから、お客さんが当たり前の時代にさせようと思ってたりするから、そんなのゴールはいつなんですかって言ったら、2年後か3年後か分からないじゃん。でも、一番気をつけてることなんだと思う？分かんないよな、これはな。そうですね。3年後に廃れてないことですよ。3年後に旬が来てることをやるべきの、絶対。そこまで人は考えてやってないね。目先のことだけ。目先のことしかやってない。だってね、同じことをやるときに旬が来てるか来てないかで、もう全然変わっちゃうわけ。うん。で、もちろん、その時の手の打ち方はありますよ。旬が来て
来なかずっと来ない場合はどこの路線に行きますかっていうこととか。で、多分だから3年後のトレンドを実は考えてるんです、まず。で、3年後のトレンドっていうのは何かというと、今まだブームじゃないけど、多分来るであろうということに目をつける。で、そこに行くために今でもブームであるところに乗っかりながらそこの方向性に持っていくってこと。それが、なんだろうな、この PDCA というぐらいのレベルではないというか、最初のボワッとしたところの部分が、で、僕最近ね、よくね、いや、こういう流れになるから、ここに行けっていうふうによく言うじゃん、割と。そうですね、方向を。そうそうそう。で、はい、これは結構大事なポイントで、そこが一番大事ですね。で、なんで僕はそういうのがあるかっていうと、そもそも、僕は今から40年前か、41年前ぐらいか、大学入試の時に、僕は中国語学科っていうのを、まあ、選んで、まあ、合格して入ったんだけど、英語は当たり前になって、で、英語が喋れるようになっただけじゃ、海外通用するとは思えないから、中国語ができて、でも全世界の中で一番喋る、英語を喋ってるの割合ってどのくらいなのとかいろいろ考えたときに、それは人口多いんだから中国語が喋れる人が多いのが一番いいに決まってるじゃん。その次に多いのは何ですか？スペイン語なんだよね、実は。うん。スペインがほら、いろんな大陸を制覇したりしてて。だから英語、スペイン語、中国語ができれば、これは全世界がこれはできるなと思って、僕は結構真面目に、それで語学を狙って受けてやってみて、入ってみて大学の授業が思ったより面白くなかったんで、もうすぐ方向切り替えちゃったんだけど、これもちょっと早すぎたんだよね。で、実際に中国語勉強してて思ったのが、ちょっと早すぎたと。早すぎると、そこまで我慢する自分が入れないっていうこともあったりすると、人にはそこまで伝わらないってことがあるから、でも、早すぎることが読めない人は、3年先ぐらいは、読めないですよね。目の前のことばっかりやってる人絶対先読めないし、早すぎるとこまで一回読んだ上で、いや、ちょっとそれはまだいかないから、そこの手前にしとこうぐらいの方がいいわけですよ。で、僕はリクルートって会社に、だから、40年ぐらいの、35、7、8年前か、に入りました。あの時、まだ日本リクルートセンターって会社で、誰も、就職自分がするような会社じゃないわけですよ。でも行ってみて、今、30年後にリクルートって会社がみんなが知ってて、これだけの世界的な企業で1兆円企業になるって誰も想像してない。でも、僕もあんま想像してなかったけど、若い時の直感で決めた、まあ、給料高いからって決めたっていうのがポイントではあったけど。大事ですよね。うん、でも、あの時に重工長大と呼ばれる、なんとか、メーカーとか大きなとこ行っても、今は、やっぱ30年しか企業続かなかったりするじゃないですか。っていうことなんかを考えるとね。やっぱり、そういう流れを全体的な大局観を見ながら、次どれどれトレンドに行くのかなっていうことを考えたときに、だいたい一番いいのは5年先ぐらい見るのが一番いい。10年先になると変わるから。大統領、政治家が、国の指導者が変わると変わるからね。そうですよね。10年同じ人がやらないから普通、まあロシアやってっけどね。うん、安倍さんも7年で終わったからね。でも、と思えば5年ぐらいで結構ね、変わるんですよ。でも5年先を読む力があれば多分、3年後は読めるから、そうすると、その中で3年後に来るべき姿を向けて、今何やっておくべきかってことを考えてやればいいけど、いやー、世の中の人はそこまで考えてないですよ、みたいな。うん。と思う。だから、これも3年後にこの YouTube とか Podcast とかをちょっと見直していただきたいなと思うけど、そうですね、うちの会社は3年後、5年後を見据えて3年後を見据えて、に実際実現できることを今もう着手してます、うん、だからもちろんなんだろうな細かいことなんかはいろいろあるんだけどPDCA という前にそのプランというところの中でぼやっとした最初のそのトレンドとかっていうのを追っとかなきゃいけない。でなんでトレンドの話をするかというとトレンドがもう逆風の時はどうにもならないってことを不動産業界に入って僕は学んだ。だってバブルの後とか何やっても無理だもん。絶対無理とか、例えば供給過剰のところでマンション売っても売れない。いや値段下げれば売れるよ、ある程度。だけど、そうしたら赤字になるから。でも、追い風に乗った瞬間にすんごい楽なの。だから、ゴルフでいう追い風フォローで、飛ぶっていうよりも全然飛び方が違うなってことに、僕はもう、20代の時すぐ気がついたんで、まず、大局観を磨こうってことを思ったね。ちょっと PDCA の話から多少、ずれるかもしれない。いや、でもね、それを見た中でやらないと、プラン、
PDCA 自体が、P が間違ったら全部間違うからね、はっきり言うと。そうですね、確かに。うん、そうなの。だから、で、本当は人生のゴールまで決めて全部やりなさいっていうところには繋がっていくんだけど、でもあんまり人生のゴールまで決めてっちゃうよりは、少なくとも、そうね、ある程度の短期でいくと、中長期を見ながら短期のところを一生懸命やっていくと、自信もつくし、人は評価もされるし。でもまあ、コロナみたいなことが起きちゃうからね。その時にまた今度どういう考え方になるかってことなんかも大事なんだけどね。うん、なんで。まあ、今日のテーマということで言うと、僕が言いたいのは世の中のスピード、PDC を順番に回したら世の中のスピードに絶対追いつかない。で、特にスピードがインターネットの世界になって、SNS の世界、時代になって、5G の感じ時代になると、短くなるんですよ、前より。そうですよね。そう、10年かけてね、なってた社会が1年で変わったりする。まあ1年で変わらないんだけど、人間変わらないからそこまで。それが大体3年とか5年とかって話ですよ。っていうふうに考えたときに、まあそういうふうにして仕事とか、まあ人生っていうものを一つの区切りとしてやっていけば、まあまだまだ、若くいけるかもしれないし、まあそんな話をちょっと今日したくて、こんなテーマを設けましたけど、はい、どうでした？あ、すごいためになって面白かったですね。ありがとうございます、はいはい。はい。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。